what's up? Live as a man, die as a man, become a man. 山本魂、鉄二の絵です。今日は、やっぱり天心たけるの試合、この間見て、すごい一番びっくりしたのは、天心のジャブの速さ。あのジャブの速さが、本当びっくりして、たけるの方が、その自分のタイミングが、コンビネーションのスタート、もう何度もね、天心のジャブでポンって入って、タケルの距離感とか、コンビネーション始まるタイミングもずれちゃって、自分の攻撃があんまりできなかった。そのようなタケルは、あんまり見てないね。見たことないよな、私が。3ラウンド目、ちょっと喧嘩打っちゃったんだけど、それでもね、喧嘩打って一番チャンスあると思ったけど、それでも天心の、耐えられさとかカウンターとかすごいびっくりした。入場の時は、まあ、特に入場の時ね、蹴る本当にもう侍みたいにもう死ぬつもりで行くみたいな感じだけど、で天心の入場がびっくりしたのはすごいもう自信まま、よし楽しいみたいな感じ、自分が勝ちたよみたいな感じで、それもびっくりしたね。で最後試合終わったら二人の涙見て本当にすごい感動したわけですよ。その相手のために練習する、いろんな、まあ、減量とか痛いことを我慢して、あの選手のためにもう人生のかけてやることがあると、やっぱりちょっとあのキツネボンドができちゃうんですよね。私もボバチャンティンとかいろんな選手と戦った時に、終わったらなんかの変な近さがあるね。まあ、でもやっぱり天心たけるは試合終わってお互い涙しやって、本当に多分キツネボンが本当にありえないボンができてるね。最後の方たけるの涙と天心の涙を見ると、先生もちょっと目に涙ちょっと入りましたね。感動しました。天心もやっぱり違う競技ボクシングの方行くと、タケルがまあ引退するっていう話になったね、試合前ね。ちょっと寂しいね。あ、でもザマッチ本当素晴らしい試合だった。天心がボクシング行くって言ってると、あのジャブが早かったんですよ。そのジャブはすごい早いけど、俺は思うのはボクシングは別競技で、総合格闘技の一番うまい立ち技の選手でも、やっぱボクシングの世界行くと、もう全然違うと思います。ボクシングだってね、すべての練習、技術の練習は、もう手だけ、どういうコンビネーション、どういうスピード、総合格闘技の人が立ち技うまくても、やっぱり蹴りも肘も、まあ、距離感が全然違うし、そうすると、やっぱり他はレスリング、関節技、組技、全部練習あるから、その間にボクシングがずっと手だけの練習してるね。だから天心が総合格闘技の一番、まあ、うまいストライカー、まあ、総合格闘技じゃないけど、結局の一番強いストライカーでも、ボクシングはやっぱり別物ね。舐めちゃダメね、本当に。まあ、天心だから、自分の意見は、天心だったら、天心のスピードとかだったら、まあ、うまいけど、ボクシングの世界は別物だと思います。まあ、天心の方が今からボクシング始まるといいと思うけど、やっぱり相当練習とか技術とかスピードとか、まあ、ボクシングの手出し方だけじゃなくて、ボクシングの相手に合わせるディフェンス、カウンターされちゃうとか、全部はやっぱり競技として全然違うね、キックとね。だから、自分の意見は、天心は、まあ、チャンピオンになるかどうか、ちょっとわからないんだけど、とりあえず、最初は多分、普通のボクシング選手だと思います。で、それからの勉強、コーチングとか、うまさの速さに対しては、ランク上がるかな、もう本当に、絶対上がると思わない。
っぱボクシング世界入らないとわからない。今キックの時すごい強いから、もうジャブの速さもタケルが全然避けないジャブでも、やっぱボクシングはボクシングです。で、遠征の要素は、まあ、一応多分最初早うちにボクシングの世界にダダダダダッといかないと思います。本当に頑張って毎日ハードにトレーニングしないと、ボクシングの世界に簡単にチャンピオンにならないと思うけど、練習のジャブの速さ、ジャブ練習のうまさ見ても、やっぱりボクシングはボクシングだから、様子は絶対うまくなるというより、もう様子を見てどういうトレーニング、しつこさ、どこまで犠牲して、そんなことに対してやっぱりうまくなると思うけどね。でもわからないね、ボクシングはなめれない競技だから。I know you told your friend